はようございます。皆さんおはようございます。とりあえずまずは朝一リセ狩りだ。時間がない。今着々とライバルがいっぱいいる。多分今日は前代リセ狩りだから、リセットだから北斗は。なぜなら昨日は北斗おそらく大体7割ぐらいが高設定だったから、多分今日は 1とかでもリセットしてるはずだから。北斗は朝一が甘いんで、朝一はマジで甘いから、朝一のリセットをやってプラスにしていこう。もしかしたら朝一トロフィー出るかもしれないからね。はい、2枚目いきます。もう一度地獄に突き落とす。頼む。あ、いけ。おし、オッケー。お前が思って言うほど北斗氏か。あ、ダメだ。おし、1、まだ大丈夫だよね。オッケー。あお、そう。あ、ワンちゃんある。あ、おはよう、おはようございます。やちゃん、おはよう。あ、昨日誕生日だったの。ダメか。今日その分取り返しちゃってください。ありがとう。これでも当たってる可能性ある。ちょっと今強かった、前兆が。あ、わからん。熱い。当たった可能性。朝一はね、当たった。朝一はね、日チェで刺すんだよな、なぜか。よし、1台目クリア。 OK。 大移動するんで回転差かからない。250。さあ、リセ狩りで北斗は一体勝てるのか。投資は 11K。 ほら、さあ一発目。北斗のリセ狩りってどれぐらいいいのっていうのもこれでちょっとは見せれるかもしれんから。そう、喉回復してないなんか知んねえけど、ただね、やっぱライバルが多いから、時間との勝負です。朝はね、朝一は本当に北斗がね甘い、リセットすれば。まあ勝てるかって言われると、まあプラマイゼロぐらいなんだけど、変な台打つよりは全然勝ちやすい。おお、やっぱね、ほら、やっぱ継続率いいんだよ朝一、変な台よりも。そう、朝一はね、僕のこれ打感なんだけど、今までの北斗って朝一は継続率、初当たりは優遇されている。まああんまりその辺話すと荒れるからだけど、で特に朝一はね、やっぱ伸びやすいし当たりやすいだ。まあ皆さんもね、朝一立ち回る時の参考にしていただければと。まあこれ変なあれ話だけど、まあね、やっぱ日チェを指すし、まあ800いく時も全然あるんだけど、あのね、やっぱ日チェ刺すんだよな。まだ北斗全然空いてる。だけど今ライバル1、2、3人いる、俺含めて4人。朝一はねマジでいい継続率、続く気がするもん。で投資は1万1000でもプラス557枚で、朝一は一応北斗のやめ時をちょっとみんなにはちょっと見せよう。いつもあんまやめないじゃん。そう、あれ、そんなことはないよ。え、嘘でしょ、嘘。でみんな結構ここでやめるんだよ。でもね、1ゲームだと天国の可能性があるから、一応ケンシロウの動作モードを見ます。オーラだけじゃわからない。まあ30、あのね、やっぱり、ね、30ゲームはね回す、結構ね前半ね分かんない時あるから。そう、そうだね、前兆出づらい最初。あー弱いな。まあでも最初はまあね、30に回したとしてもやった方がいい。天国確認はした方がいい。やっちゃった。これやったらやんなきゃいけないじゃん。まあでもスイカ引いただけじゃダメだな、多分ない。でも多分通常か、通常は捨てちゃっていいかもな。今作は多分当たってないから、スイカ18ついてるけどモードも上がってないはず。これで捨て地、これでサウザーとやめる。うん、
で、ここでやめます。スイカ残ってるけどね。次のリセガリ行くぞ。よし、2代目じゃ。一応今プラスだね。プラス50枚ぐらいかな。もしかしてこれで据え置きだなと思ったら、ワンチャンあるんでね。全部ではないけど、ほぼ仕事だもん、昨日。そう考えると、まあ昨日はね、今日は多分全リセ。リセガリじゃ。今日スイカ。でも通常なんだろうな。あ、これあっち。いや、やばいな。当たったね。大丈夫でしょ。大丈夫だね。ワンチャン定格、通常降格って可能性もあるけど。スーパーチャットありがとう。はい、286、センキュー。当たり。4号機のラオウステージ強くないよ。うお、緑、緑オラ。さあ、79%以上期待していこう。もうここで無装填入っちゃえばいいんだよ。これで今待って、投資は1万1000でしょ。1万1000だから460枚、506枚出せばプラス。さあ頑張ろう。えい。さあ単パターやめてね。これでトロフィー出ちゃったらどうしよう。よく3日前あんな連チャンして。いやもうだって1日置けば大丈夫でしょ。もうありがとうございます。さあ本日はまず北斗でリセ狩りしていきましょう。迷う。よし。はい、パンチとキックは大丈夫。違うんかい。ウヌの力はその程度か。あ、ダメ。マジ？山上がんないよ。ダメか。でもリセ狩りだけど、みんなね、隣もね、800行って4回転でやめてるけど、一応天国は見た方がいい。あー、レアゲちゃった。おお、当たっていいよ。もう当たっちゃえ、当たっちゃえ。この2チェ、ダメか。レバーは、レバーを振り向けだったらワンチャンある。これ当たってればうまいね。天国は見た方がいい。だからやっぱね、3、いいよ。熱い熱い熱い。 OKOK、 もう当たっちゃえ。いいよ。あ、レインボーだった。オッケー。オッ、あ、ごめん、やっちゃった。うまっ。これで初当たり2回目。で、即やめはあんましない方がいい。おー、ラインス、ほんとはレインボー見てなかった俺。で、やっぱね、即やめはまああんまり僕はおすすめしない。やっぱモーダー見た方がいい。まあ、オーラは黄色。ここ継続すればプラス。簡単やな、すぐ戻ってきちゃう。ほら継続、これプラス。もうプラスやで。この違和感は79じゃない。一応違和感で79以上っぽいなっていう台は、まあ、処理落ち、あと豪商派の初代と同じやつ。初代演出は79以上、初代だったらいいんです。今のはただの違和感だから、あれは多分かあんま関係ないと思う。分かんない、可能性はある。79以上の可能性もあるけど、処理落ちは間違いなく79以上、まあ、間違いなくて断定だけどね。よーし、100枚プラス、100枚プラス。朝一縮円飛んできた。それ背置きじゃない。あー、2連なんだ。さあ、キャンディピンクさんありがとう。メンバーコメントセンキュー。やちゃんおはよう。おはよう、いらっしゃい、ありがとうございます。ちょっと待ってね。ね、強っ。さあ、いいね。宿命バトルも入れたいね、早く。無装填チャンス1回でもいいから入ってくんねえかな。ここ、あー、なんかまたかよー。
さ。ダメだね。いやーないかな。いやでも分かんねえんだよな。これみんなないなって思うでしょ。じゃあこれね、20ゲームぐらい回さないと。あ、第3だ。天国やん。ちょっとまだ分かんない。あのフェイクもあるから、まあ20ゲームぐらい回さないとね、結構質は分かんないんだよこの台。弱いな。バナナ道終わりのかないな。じゃあここで、これはないです。681枚です。移動します。移動、急げ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 。これでアミーバボイスでじゃあどうしようかね。あーやっちゃった。レバーを見渡し、まあ、通常以上の可能性高いね。いやコメント読んでるとね、まあ言い訳なんだけどこれこぼしちゃうんだよ。そこは許してくれ。設定の分かるポイントはこの台は複数あって、まあやっぱり今は弱者からのあたりは強いね。まあ今までも言われてたけど、弱者あたりは強いって言われてたけど、やっぱ弱者あたりが強い。弱いね。大オーラになればワンチャンある。まあでも通常だったとしても通常以上にはいるから、これ3分の1で天国。第2停止リプレイ。でもリプレイの時は第3停止以外はモード自体にならんから、これは体感だけどね。あーダメか。ルいやなんかルールとマナー以前の問題だね。天井は踏んだ。でもなんかムカつくこの日は。大丈夫だね、大丈夫だね。ラオンステージは視聴性出ないとダメだね。あーいた、やった当たった。センキュー。 OK 天井北斗。 OK いやーうまいね。北斗揃いならうまいわ。さあ頼むぜ。これが単発じゃないことを祈る。北斗揃いやらかしてっからな。ここで1000枚出したいんだ。待って、920枚か。だからやっぱ10連は必須だね。10連いこう。さあいくよ。剣王の名も色ぬ。よし OK と確定。よかった。はい頼むよ。パンチとキックは大丈夫。交渉派なら仕方ねえ。しよけうぬよけます。はい OK。 あーダメか。虹半分だけさん、スーパーチャットセンキューありがとう。センキュー。じゃあ今日も配信ありがとうございます。横一番本当美しい、見やすいです。ありがとう。センキュー。ありがとね。最低10年は欲しい。よし中断。よしバトルいけ。チャンスチャンス。誰かバトルに多分いった。1、2、3。これ珍しいパターンだな。ダメか。はい10%。10%。ダメか。サウダ強えな。あーラオか。パンチとキックは大丈夫。あーおかしいよなこれ。まだ諦めんな、負けだ、諦めんな。避けろな。本物や。本物の北斗揃いが来た。今日のケンシロウは違うぞ。さあここで歌変えよう。イントロドン。でででピボーン。You are shock。 でれれ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 れ。さあ頼むぞ。いやいいよね歌流れと。負ける気しねえぜ。今日お誕生日だからアップルウォッチ買ってくる。自分で帰ってきたらまだまだ連チャンしてますように。ありがとう。
良い一日、良い一年をねお過ごしください。ありがとう。さあイントロドンピンポン。おし、トムキャットタフボーイ、投資は2万920枚を超えればプラスです。一番ねあのタッポイがねなんかちょっと時代を感じるんだけど、一番テンション上がるね。 OK いいよ。色のこれじゃやっぱホッカーね。この次、あーダメか、ラオウか、ケンシロウの攻撃は全体的にだよな。ケンシロウはね何歳だっけ、18歳とか、ラオウと戦うときは22歳とか23歳らしいよ。これでおそらくプラスです。さすがに大丈夫です。いや大丈夫、ユリアがある、ユリアあるよ。これパンチは負けない。オッケー、パンチはやっぱ怖くないね。オッケー、タッポーイ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 。さあ10戦目か、イントロドンだった。あった YouTuber 怖いな、歌が流れない。頼む継続しろ、力はその程度か。よかったね、よし移動。ちょっとごめん、ここで移動する。なぜかって隣が0ゲームで100でやめた。979。さあさあ4代目で0の代がなくなったら僕も北斗から今日はおさらばするかもしれない。神奈川はもう全店マイホームだから、まあ常連みたいなもんだから俺。神奈川だとあんま口聞くんだけど、いろんな店舗ね、いろんな店舗の逆てか多分こんにちはで当たったと思うけど。これ当たってないかも、これで当たったかもな。詐欺ステージの可能性ある。まあ通常以上は間違いないんだね。外れ、いやこれ当たってないかも。フェスタ2とフェスタ3は常連だった。天国ではあるな。いやこのスイカで上がってる、天国だね。レバーオン見渡しか、当たった、多分当たった。これは多分刺したんじゃない、天国だと思う。ちょっと前まで、あハーレム当たった。 OK、 さすがに通常で上がったじゃなくて、さっきまで天国だから、あの一応天国から落ちる場合って基本地獄モードなんですよ。だけどまあ基本的には2対1の割合で、そう落ちた時の大体6割な、まあ、7割か 66% は、地獄、 33% が通常だから、まあ、通常に落ちづらいじゃん。地獄に落ちるからまあ多分刺してるはず。ここで回るか、ファンファン、違ったわ。あれ先に行ってるわね、あれマジ、あれ外してる、ハーレムモードがガセだった。ハーレムモードにガセあんのかな、ほら天国だもん。いや通常から上がっ、あんなんだこれ、ってことは通常から上がったんだ。いやたまにね、たまにこれ俺のあれね、打ってきた勘じゃないけどあれで、たまにねちょっとおかしい時あって、これ天国 100% じゃないんじゃねって思う時あって、あ天国日がね、まあそれか天国最初天国だと勘違いしてて実は通常だったってパターンもあるし。よかった追加投資なしでいけるわ。さあ800いきました、はい天井です。でも俺今思ったけど北斗揃いって設定差ないんだよ、7274でしょ。でもさ天井は北斗揃いしやすいのということは、1と6で北斗揃い確率が変わるってことは、6の場合って通常の初当たりで北斗揃い確率上がってるってことかな。6ってほとんど天井いかねえからさ、まあ行くときは行くけど、だから6の北斗揃いの確率やっぱ上がってんだろうな、通常時の当たりの。オッケー、これはまだこれ外せば熱い、
32までいく。当たるな。あ、わかんない、ワンチャンいけるな。あ、ダメか、ゲーム数ギリギリかだよな。北斗武将猛将派、北斗武将猛将派、いきましょう。7か、まあしょうがない。 OK、 緑 OK。 さあ行きましょう。むしろファンだね。はい、継続 OK。 さあまだ真っ黒、まあとりあえず10連目出すわ。もうリセット台がなくなっちゃった。くえ、パンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ねえ。おーしょしょしょ、 OKOKOK、 やっぱ天井ならばちげえな。盛りそばもざるそばもあんま変わんないと思っている。美味しいよね。でもな弱い、この後ダメ。さっきのやつは違う、リスナーさんじゃない。あ、いった10%。ああ。いいね、最高。真夏の傷の跡。ここか。進化は。僕の底から這い戻った。いいよ、レイ来い。ジョーパー。待てねえんだな。イントロドン、ピボン、よし、よかった、継続。おっと、熱っ。え、ちょっとこれ確定役まである、ね、あー、ニチェかウイグル以上でも、これでサウザーだったって人いるんだよな。1、2、3、8点だよな。30%、勝てるかな。よし、 OK、 3割でシャオ、ナイス、シャオ、いないか。さあ7セット目、またイントロドンです。離れない、ニードット、オート100列中断、レーク、あーダメか、これ多分共通ベル。10%、当てねえよな。さあイントロドン、歌は変わってない、おしゃくそ、点ではなく視聴性だ。はい、プラスです。リセットはね、俺連チャンすると思う。でもあの早く当たってもわかんない、これはね解析ではそういうのは書いてないんだけど、ポクター出てない情報が多すぎるから、まああの可能性はあると思う。熱い、あー、スイカか、強スイカ、一応 46% でジャギー以上だけど弱い。いや、スカイラブは地味に期待してる。あ、プーチンスーパーチャットありがとう。あー、行ったじゃん、ジャギー城じゃん。ありがとうプーチン、センキュースーパーチャットありがとう、ありがとうね、センキュープーチン、ありがとう、頑張ってね、ゆっかきスーパーチャット、センキュー。これアミバまであるな、ねえか、アミバ弱い、振り分けでつけねえか、ジャギーだよね。ありがとうスーパーチャット、センキュー、ありがとう。75%、大丈夫でしょう。シャオなしか、続いてますね、歌変わらん、頼むよ。そう、やばいな、終わった可能性ある。
けー、伸びない、まあプラスだけどね、約180枚プレイ。そう、ちょっとモード見るか。通常以上、いやでもちょっと 長引いた、2台天井行っちゃったから。天、あーいるね、まだいるね。景気づけのお酒、アンチに負けるなんや。そう、ありがとう、センキュー。大丈夫だよ、日行けば当たるのに日行けねえ。これスイカで当たったらチャンスなんだよな。熱い、これ当たってる可能性あるわ。弱スイカで刺したな、分かんないけどね。だよな、弱スイカで刺しちゃった。スーパーチャットありがとう、ヒロミさんありがとうね、スーパーチャット感謝です、ありがとう。ちょっとリールずれてんな、これか。いやこれトロフィー出たらやめれねえんだけど、やっぱね弱スイカで刺せるのは強い、うん、まあ1でも刺すけど。ケーキ漬けのお酒ありがとう、オーケー、2連おし、あーなれ、蹴り以上の可能性ある。ここ、これが当たりゃいいんだよ。蹴りだったら当たればワンチャン無双転生チャンスがあるだ、おっせえって1ゲーム、この日が一番嫌だ。そう、これはダメなんだ、これの1個前じゃないと攻撃安定抽選にならないから、これはただの無双転生チャンス抽選。ただワンチャンプッシュある。おお、あっと、ありました、本日一発目の無双転生チャンス。鶴の舞なんだ、鶴の舞ダメだ、崖スロレーク、日欲しいな、いやダメ、あー弱い、そうやばいな、リプレイもこれ、マジでカッププッシュすらこれ、いやーダメか、まあ次のラストゲームあるから、まだ1ゲームあります、なる可能性あるよ、ならんか。そう、このベルでも抽選してるから、まあ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 、そんなね甘くねえってことだな。もうプラスです、もうプラス、投資は2万、今1215枚、天使ロラオガ、パンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ないと、うぬよけます、1000弱スイカで当たったからもうちょっと眠りしかないでしょう、ありがとう、タツタツさん、スーパーチャットありがとう、いいね、継続するね、でも、はい、あーラオカ、チャンスアップはない、さあパンチとキックは大丈夫、まあね、3連すりゃいい、ウヌの力はその程度か、もうちょいやります、これ、おお当たったかも、天国いれば、あー弱いなー、あー
まあ分かんないけど、まだ分かんないけど。ダメか、これでジャギー可能性ある。あ、もうダメ。あー、終わっちゃった。いやでも勝ったね。投資5万円よ、投資5万円がまさか勝つとは思わんかった俺も。ってことで皆さん、今日はねこの辺で終わりにいたします。じゃあね、お疲れ。